おはようございます。時事要造です。時事要造的な日々の世界をスタートさせていただきます。こちらにあります、クローズ&フルーツブドウと1兆個の乳酸菌を飲んでおります。まあ、こちらを紹介していきたいと思います。こちらはですね、2024年、1月の21日日曜日にですね、熊本市民会館、シアーズホーム、夢ホームでですね、ありました、寛平 GM プロデュース公演、1回目新喜劇出前ツアーのですね、2023から2024の熊本公演で行った時ですね、この2点をいただきました。まあそういうことでですね、それ以降ですね、毎日飲んでます。まあその公演の時はですね、カグチドレミと2人で行きましたからですね、これが2個ずついただいたということでですね、まあこちらの方は結構私、時事要造が飲んでますから、もう1パックは飲んでしまいました。まあこちらの方がですね、一兆個の乳酸菌はですね、一日二粒なんですけど、結構飲み忘れたりとかですね、まだ、こちらは全然開けておりません。こちらもだいぶ飲んでます。まあそんなことでですね、こちらの方ですね、今日も全然開けておりませんからですね、こちらを開けてですね、飲んで、その感想というかですね、述べていきたいと思います。まあそういうことで、まずですね、こちらの一兆個の乳酸菌、一兆個です。一兆個というのは、まあ想像がつきませんけど、一兆個です。まあ一兆個だから数がすごいということですね。すごいということで。まあ一兆円とかですね。お金で言えばちょっと想像つきませんけど、これが一兆個のですね、乳酸菌。まあこれはですね、普通一日二粒をですね、目安に水やぬるま湯とともに噛まずにお召し上がりくださいということを書いてありますから、こちらも空いてる方をですね、早速ですね、2粒ですね。2粒です。ちょっとガバッと出ましたけど、2粒に戻しました。まあ、2粒ですね。2粒を、まあ、こちらにですね、水も用意してますから、こちらで飲んでいきたいと思います。こちらなんですね。水を注ぎましたから飲んでみます。まあこれはですね、そのまま飲みますからですね。まあ薬飲んでるっていう感覚にちょっとなります。まあこれをですね、まず飲みました。これの感想って言ってもですね、まだ、まあ、時事要造の場合は、今のところですね、まあ、いろいろ体の機能にはですね、検査とか、年に1回とかしてますけど、特別ですね、まあ、ここがどうかっていうのは、まあ、まあ、実際、時事要造は75歳ですけど、特別、そういうのは出ておりません。まあ、そういうところで、この一兆個ですね、一兆個を2粒飲みました。それと今度がですね、クロスです。クロス。時事要造はですね、以前ですね、この濁りリンゴ酢というのをですね、健康のためにですね、飲んでました。本に書いてあったのをですね、参考にさせて、ちょっと飲みました。これが、量としてはですね、500ml ですね。これをですね、トータルで3本ぐらい飲みまして、今はですね、このリンゴ酢のですね、これを飲むのはちょっとやめております。これを水で薄めて飲むという方法でですね、ずっと飲んでました。だからこれを飲んでましたからですね、こちらのクロス酢ですからね、同じ酢ですから、そんなには、こちら飲むのには抵抗なかったです。抵抗なかったけど、飲んでちょっと説明しますね。まあ、ちょっとまだ開けておりませんから、ちょっと開けたいと思います。まあ、こちらのですね、色とかを見てもらえばいいかと思います。
まあ、私はリンゴ酢は飲んだことがありますけどですね、このクロスですね、クロス。まあ、鹿児島とかでよくですね、売っておりますけどね、クロスというクロスは飲んだことがありません。まあ、こういうことでですね、まあ、これは振らなくてもいいかもしれませんね。読んでませんからですね、これを開けますからね。これ開けまして、ですね、量としては量カップありますからね。まあ、これがですね、量がですね、1回にですね、1回につき 50ml です。50ml です。こちらが空いてますから入れるとき注意されてくださいね。これで 50ml だけちょっと入れてます。こちらで50、ちょっと見えないところで。こちらでですね、50ml をしました。これをちょっと器にですね、入れてみたいと思います。これは普通のグラスですね。グラスに。これ入れまして、こちらが約 50ml ですね。50ml 入れました。色は濃い色ですね。ワインの赤みたいな感じですね。ただ匂いがですね、ここまで持ってくるとですね、その、うわってこう、うわってきますね。うわってですね。その感覚ですから、うわってきますからね。そういう感覚で、もう、きます。まあ、これをこのまま飲んだらちょっとダメですからね。これを水でですね、倍に薄めてくださいって書いてありますね。倍ぐらいでですね。大体のところで。大体倍ぐらいに薄めましたからですね。これを、ちょっと飲んで、見たいと思います。これはですね。まあ、こちらがですね、クロス&フルーツブドウというですね、こちらの商品になりますね。飲んでみます。まあ、最初にですね、ちょっと少し甘い感じがきて、ブドウの香りがきて、最後に酢がですね、ぐわっと喉を通りますね。やっぱ酢ですね、これ。だからちょっと最初の甘みはですね、まあ、ちょっと成分をこれ見ればですね、原材料ですね。原材料の方はですね、米、黒酢ですね。黒酢の米ですね。米で作った黒酢ということで。それにブドウですね。と、ビート糖っていうのが入ってます。この一応3種類があります。だからおそらく私が最初に感じた甘さはビート糖の甘さかもしれませんね。で、その後ブドウの味が来て、最後に酢の味がスッとこうですね、来ますから。まあだから一気飲みはちょっときついですね。もう一回飲んで終わりたいと思います。まあ、飲めないことはないけど、まあ、これをですね、楽しみでは、これを楽しみではちょっと飲みたくないですね。まあ、健康のためて思えば飲めないことはないですけどね、酢ですからね。まあ、そういうところで今日はですね、このクロス&フルーツブドウとですね、さっき、出しました一兆個のですね、乳酸菌の感想ということで投稿させていただいております。まあ、感想までという、そういうところでですね、今日はこれを飲みながらですね、あんまちょっと進まないんですけど、これを少し飲みながらですね、これを飲みながら今日は終わりたいと思います。まあ、最後まで見ていただきましてありがとうございます。まあ、興味ある人はですね、健康のためこういうのも飲まれるのもいいかと思います。そういうことで今日は終わります。それと名札が一応つけておりますけど、まあ、そういうところで終わります。ありがとうございました。これに失礼します。